昨シーズンの振り返りをしていただきたいなと思います。まず鬼木監督から昨シーズン、まずいかがでしたか。まあ、初優勝になったわけなんですけど、どのあたりがポイントでしたか。まあ、ポイントはいっぱいあるんですけど、ありますよね、もちろんね、はい。ただ、本当に何ですかね、最終的にはやっぱりチームが我慢強く戦えたこと、あとは本当にもう本当根本のところですけども、はい、戦うことですとか、うん、走ることですとか、まあ、そういうことをもう原点のところにフォーカスしてできたこと、あとは本当にクラブの一番目指すところ、攻撃サッカーっていうのを最終的に貫けたところが、まあ、いい結果につながったんだろうなと思います、うん。思い出してみると夏にね、はい、ジュビロにホームで乾杯、はい、そうですね、まあ、開幕戦ジュビロですけど、そうなんです、あえて今聞きましたけどももうあのゲームから結果一度も負けてない。そうですね、はい。やっぱりあのゲームから学んだ部分も一つ大きかったということですか。そうですね、あの時はちょうどキャンプやって、キャンプである程度成果も出たと思った中で試合だったんですけども、はい、まあそこでもう逆にね、すごい結果をやられたんですね。ただそれでも、まあ、進んできてる道といいますかね、そういうものはまあ間違ってないっていうものもありましたし、はい、あとは本当にまあ、シーズンね、最初の始めの時から、まあ、簡単に負けないようなチームを作ろうっていうことで、うん、やってきて、まあ、引き分けとかね、序盤すごく多かったんですけど、はい、まあ、あそこでの負けっていうのはある意味あんだけ大差がついたので、うん、そういう意味では本当に、まあ、忘れられる、うん、もう忘れてもいいよっていうような結果だったので、うん、はい、僕も選手にもうこれは積み上げているところの段階だから問題ないと、うん、まあ本当にずっと居続けてるのに積み上げてきてるものは間違いないことだから、うん、あとは本当にもう自分たちを信じきれるかどうかっていうことで、ずっと居続けてたのはまあ数字的には他力ですけど、うん、こっからもうでも自力なんだよって、その自力っていうのは自分たちさえ崩れなければ、自分たちさえ崩れなければ必ず最後何か起きるっていうのは選手にずっと言い続けてて、うん、まあ、それを本当に、まあ、信じてやってくれた、まあ、それに尽きると思います。ジョーさん、当然 J2 も戦われていたので、はい、それは見ることは難しかったかもしれませんけれども、あの終盤のこうもしかしたら逆転できるかもしれない、こう信じてやっていくしかない自分たちをっていう状況のフロンターレっていうのを見ててどうでした。あの夕方、はい、4時だっけ、キックオフ J1、 16時でしたよね、うん、あの健吾が優勝して、うん、泣く前の5分間ぐらいの感じ俺も見てたけど、本当健吾良かったなと思ったし、うん、で優が抱きつきに行って、はいはい、キャプテン渡した優と健吾が号泣みたいな、うん、もう何言っても大丈夫だよね、だからね名勝だなって。いやでも本当すごいいいチームなんだと思いました、うん、なんか個人的にフロンターレ優勝するんじゃないかなっていう、おなんか最後何か起きるなと思ってました。なんかそれは理由は分かんないけど、はい、まあ鬼の性格も知ってるし、はい、それどういう性格なんですか。やっぱ嘘がないじゃないですか、はい、選手に対してとか、だから多分そういうのが最後微笑むんじゃないかと思ったら、あの轟のね、フロンターレサポの皆さん本当おめでとうございます。いやもうすごい同じ神奈川ですけど、まあね、一緒に僕もコーチと選手でやらせてもらってたし、嬉しかったですよ、本当に、うんうん、みんなに本当に良かったなと思いました。テグさん、やっぱりこう今の話があったこう間違いがないというか、選手がこうついてきてるというか、それを僕もすごく終盤感じたんですけど、こう口々に選手と、まあ、会話すると、いや、大西さんがもう言ってるんでみたいなことよく言ってたんです、選手が。だからもう諦めないし、選手に対してその監督が言葉を植え付けるというか、植え付けられるような状況になるときはどういうときなんですかね。やっぱり本気になってるときですよね。みんなが一つの目標に向かって本気になってるときっていうのは、監督が本気になれば選手もそれをやっぱこう吸収しやすいっていうか、うん、で、まあ去年の川崎フロンターレの優勝に際してはね、はい、争ってた鹿島アントラーズ、うん、柏と鹿島が 0-0 でホームで勝てなかったときの雰囲気で、はい、これ川崎来たなと思いましたね。なぜ。いや、そういう運とか縁とか
動き出したなっていうような気がして、で大岩監督最後ジュビロだったんだよね、ゲームは。はい、でジュビロに勝てなかったんだよね、はい、ライバルに七海がいたっていうね、同期のね。いやだからそういったものもね、あった考えたらね、これ川崎行っちゃうんじゃないか。本当にね、もうその辺の運命というか、はい、絡みっていうのは調査やっぱり出ますよね。そう、いや出ると思います。人間模様みたいなのが、そのシルバーのドラマの中に最終戦同期として、うん、大岩と奈々がやったのは多分大岩やりづらかっただろうな、まあ、奈々美もやりづらいし、まあ、勝たなきゃいけないみたいなのがね、まず。そう、なんかそれはあるだろうな。まあ多分奈々美なんかね、最初に郷より先に監督やってて、1年目の5年か優勝させれんよって絶対思ってるから。そういうのもあります。絶対ありますよ、確かに。ここでしか聞けないそういう話。そんな裏話がね。 でもそのオリックスさんはこうなんか怒んないみたいな。柏と、ホームで、鹿島がやってる試合もずっと僕クラブハウスで見てて、でまあ自分の試合より本当緊張して、でずっとそれが 0-0 で最後入んなかった時に、やっぱりいろんな意味で日程的なのもそうですし、いろんな意味で自分たちに微笑んできたなっていうのは、多少日程で言うと本当は中2日ぐらいだったので、うん、まあ一見すると厳しいような状況ですけど、まあ向こうはそれを待ってなきゃいけないとか、いろんな状況を考えると自分たちの方がしっかり勝てば勢いが出るなっていう。もう最終戦に対してプレッシャーかかってるのは絶対もう鹿島だな、アウェーでね。でそんな雰囲気がこうピリピリ伝わってきて、もう川崎はとにかく最終戦思いっきり自分たちのサッカーやって勝つだけだみたいな、そうです、ね、思いっきりがあってね、はいはい、だからそのまさにさっき言ってた話ですけど、ジュビロがね、夏にさっき言った大敗した、はい、はい、その相手で、でもうジュビロ頑張ってくれみたいな。いや、やっぱり強いと思ってたので、もう実際ジュビロがね、そのそう簡単には点取れないだろうなっていう、なのですごく期待はしてました。期待度いやでもね、今度やっぱりメルマルの話を聞きたいですけども、調査もういいじゃないですか。いやそれはね、だ42試合というこの難しい J2 ですよ、テクさんね。本当にもう本当に難しいですよね。長い、難しいですよ、本当長くて、うん、中断ないしね。そう、長丁場、ワールドカップがあろうとも、はい、ずっと試合があって、ですよね、うん、僕ら2014に、まあ、その時も優勝して、うん、昇格して、うん、15、16って J1 でやらせてもらって、うん、去年がだから13だったけど、はい、間違いなくその時よりめちゃくちゃレベルが上がってました、どのチームも。おー、だそれはすごいいいことだなっていう。じゃあ J2 のレベルが上がったことに対してまずすごく驚きでした。実際見てるから上がってんだろうとは思いますけど、やったら、はい、さらにそういう感じがしましたね。あ、戦った時どこも隙がなくなってるし、うんうんうん、もうここを直せば絶対いいのにっていうことがもう2試合は続かなくなってました、どこも。だからしっかり修正するチームがほとんどでした、ね、最初の15節ぐらいまでは、はい、後半残り15分でもどっち勝つのか全然分かんなかった、はい、あ、勝ったなって試合なんか一回もなかった。あ、そうですか、本当に、はい、で逆にはこれこのまま終わるなっていうか、あのこっちが勝ったな的なモードに全然ならなかった俺が、はい、これどんな試合に最後なんだろうぐらいね。だから手応えが全くないんですよ。手応えやっててあるでしょ、なんかこう、あ、良くなってきた、この試合大丈夫だなみたいな、あるでしょ。でもやっぱりそこはないもん、ない、ない、出さないけど、ない、ないじゃないですか。お前仙台に4で最後4-0になって終わったから、4-0でそれはもう、じゃあ得点の中でいけばですよ。でも1-0でもさ、なんかあるじゃん。あ、もう選手が続いてて自信持ってて、もうこれはなとかあります。それは全くなかった今日。いつやられるんだろうって感じでもさ、良くなんないんだよね次のシーンも。でなんかその時に、あ、でも待てよと、俺のこの指示っていうのはこう今の選手にはトゥーメニーすぎる。だから一生懸命やってるような彼ら、だからこういうのやめようと思ったんですもん。勝ったらナイスゲームって、よかったよって、もうシンプルにそれで、まあ、諦めた。そうそう、ひょいこと言うの。そしたら良くなったんですよ。張さんはサッカー好きすぎていろんなところに目が行くから、それを全部こう修正活動が多分見えてくると思うんですけど、それをこう言い過ぎるとやっぱりこう混乱みたいなのあるんですかね。あると思いますね。あると思います。それだけですか。
その指示では言い方とかやらせ方で、あ、これこうなるなとかありますよね。意外とまずいゲームしてて怒鳴ったりした時、ますますダメになる。あ、分からん。それは分からん。でまずいゲームした時にやっぱり冷静に的確にアドバイスしないした方が好転するっていうのは何回も経験しましたけどね。兄はどうする、そういう時は。いやもうそれはもう自分のフィーリングに。でもさ、直感的にバーンっていく、もう直感ですね、最後は。強く言わなきゃ何も変わんないなと思う時はやっぱ言いますし、これ悪い状況でもう悪いの分かってるわけですよ、全員が。だからそれだったらもっと具体的なところでしっかり言った方がいいなと思って冷静になったりとかっていうのはやっぱり。あの、ジョーさんね、それで結局、まあ、42やったわけですけど、はい、僕らの目から見るとさっきその42試合やってる中で、当然ジョーさんが考えてる中でこう今序盤の15試合って話あったりしましたけど、肌から見てると安定してずっと、まあ、42いったなっていうちょっとイメージがあるんですけど、それはやっぱりこっちの間違いかなって今自分としては思ったんですけど。あ、でも1個覚えてるのは、はい、ね、30節から何節か、お楽しみだ、横浜 FC のホームの試合、はい、でめっちゃいい試合したんですよ。で 2-0 で勝ってたんですけど、うん、やべ、采配間違えたで出した2分後に思ったら 2-2 にされたんですよ。間違え最後、いやもう、あ、これもやっちゃったみたいな。いやだからもうどうにもできないんだけど、その空気感で、あ、もうやっちゃったそれはそれはで、これで勝ったらいいけど、なんか引き分けたらもう考えたら俺のせいだって言おうと思ってる。あ、その選手が悪いんじゃないですよ、うん、切り方間違えたっていう、あ、カードの瞬間に。あ、そういうことですね。でも負けなかったんですよ、2-2 で、うん、あ、最悪1取れたなと、うん、だからこれでちょっといけるかもなって。普通それ切り間違えしたら負けちゃうと思うんだよ、はい、でも負けなかったんで、まあ、でも謝りましたなと。あ、この引き分けはもう全部俺のせいだからって出てたやつ、その交代した選手が悪くなくて、俺がちょっと違うメッセージ出しちゃったんで申し訳ないって。それだけ選手でも言ったんですか。言いましょう、もう終わり、終わり、俺のせいだ。俺会見でも言いました、ね。張さんはでもあのそれ言いますよね。交代のところ、うん、スタートのところより交代のところだって。僕あの、うん、ドイツで一緒に食事した時にあったね、デュッセルドルフ、ね、それを聞いて、うん、あ、でもそうなんだと思って。よく言う、そんなん最初から分かってる。いやいや本当にそでもそうじゃない、そうじゃない。やってる。いやでもだからそれは改めて思いました。うん、やっぱり交代選手って重要大事なんだな。まあ本当にいろんな話をこう聞いていく中で、まあ、2人がこういろんな考え方でねこうやってることはだんだんちょっと分かってきたんですけど、まあ、張さんもその小西さんも自分の監督像っていうのは誰がモデルなのかなってことも僕はちょっと気になってて、だから僕らはだから誠さんもそうだと思うんですけど、コーチから監督になってるから、やっぱり選手を知ってるとかクラブがどんなのか分かるっていうのは、うん、やりやすいのかなって。でもまあそれだから難しいとこもあるし、ちょっと俺他のとこやったことないんで分かんないですけど、あ、うん、なんか本人言ったように自分らしさっていうのを出さないと、うん、なんか絶対ダメだなと思います、監督として、うん、皆さんの言ってる、全員に言ってることは多分合ってることしか言ってないんだけど、はい、自分の言葉として合ってるっていう風に話さないとダメだね、多分それはすごい、うんうん、じゃあ自分のなんていうかセリフじゃなくて内から出てきた言葉をそう発すると。そうですね、もちろんいろんな人から影響を受けてそういう言葉にはなるんですけどでもそれを、あ、この人の言葉いいなってもらうんじゃなくて、その人の言葉、あ、本当にいいなと思って自分で、あ、最終的に、あ、これも自分のものになっていくなって思えば発しますし、それに当てはまる言葉はそれだろう。そうそう、そういうのはあります。張さんとかの言葉もそうですし、ちょっと熱いんで。コーチから監督になるっていうのはね、まあ監督になりたい人たくさんいますけど、そのコーチから監督になるっていう時に楽してたコーチは監督になれないですよ。ほう、だから監督の身になってコーチやってた人に監督の役割が出てくるっていう。で、絶対コーチやっててもなりたくないやつはなりたくねえんだから
タッフの方は来ても、いや、俺なんかってなったり、僕には自信ありませんって言っちゃうんだ。でも、スッとやっぱ監督やれたっていうのには、いろんなものを知ってるこの強みを、俺しかやれねえんだっていうね、もので始めたんだと思う。でそれに対してやっぱいろんなものが経験となって、これまでの経験、コーチっていうの経験も生かしながら監督業っていうのがね、今あるんだと思いますけど、それ、まあ、僕もそうですけど。うん。張さんはやっぱりこう、今日ここでね、僕は超キジェコーチ時代を知ってるわけですけども、監督になって、俺どんなコーチだったの？2人に聞きたいよ、逆に。俺あの時全然サッカーも何にも、初めてコーチになった1年目とかだから。そうですね。俺どんな印象？いや、なんかいろんな話したいよね。話を聞いてくれるっていう感じがしました。だけど俺最終的には調査の方が喋る。最初俺聞いてもらってるんだけど、最終的には調査話したのは覚えてる。そう、でもなんか結論を持って話した感じはないけど、ただね、コーチ時代は相当喋ってたと思いますよ、選手たちも。僕もそうですけど、やっぱ監督は使う選手に話しかけるけど、使わない選手に話さない監督もいるんですよ。いますよね。だからコーチの役目なんですよ、その出ないやつの。そうですね、出てないやつと。出ないやつをこうフォローしたり、決断されたりするのはコーチなんですよ。で、お前、監督に言われるんですけど、お前やつ腐らせんな、みたいな。いや、あんたやってよ、みたいな。やるしかないんだから。で、そういうことをこうやれたときに、選手ってこういう時はこんなメンタルなんだなとか、監督のこういう言葉気にしてんだなとか、そうですね、こう学ぶわけですよ、コーチ時代が。でも、コーチ時代で監督いるじゃないですか。で、ゲーム中に、こうした方がいいなって思うコーチの意見言ったことある？あります。俺あります。ありますありますよね。で、監督の時に、じゃあテクニカルエリア立ってて、コーチが、監督、今こうした方がいいよなんて言われたことある？あんまないな。はい。あ、でもなんか、交代こいつ来そうでどうしますとか、そういうシミュレーションの中でありますけど、僕こう思いますけど、あ、ベンチの中ではありますよ。ベンチの中では、普通にどうなのみたいな、あ、こう思います。あ、聞く？じゃあコーチに。あ、聞くときは聞きます。今、ヨネとかにも全然、どう思うって、あ、こう思いますみたいな。で、まあ、それで自分がどう思っただけなんで。うんうん、今どうなって聞くでね、これ。今どうなってるって。いや、あんた見てるでしょって言われる。確かに。でも、聞くよね。あ、聞くのは全然。でも要するに見えてる景色がみんな違うわけじゃないですか。自分はこう見えてるけど、そういうことでしょ。だからそれやっぱ重要なんですか、その人の景色をこう自分の。まあ、重要だと思いますね。そこをちゃんとこううまく。そうですね、なんかこう、なんだろう、難しいですけど、大体こう帰ってくることっていうのは、自分がコーチの時に想像してた答えが返ってくる。ああ、だけど監督になるとまた違う答えがあって、なんか不思議なもので、あ、うん、あ、そう、絶対俺コーチの時だったら、あ、同じこと言ってるな。 でもさ、やっぱりね、自信を持てないと言えないと思うんですよ、コーチが。だってさ、監督そんな知らねえよって言われるリスクも含めて進言するわけだから、なんとなくなんて7割そうだなと思ったことを言えないじゃん、コーチが。監督に、そうだから今和田さん言ったように、監督になる準備してる人は真剣に 100% それが責任があるっていうことを伝えられるから、多分監督になってもそれが生かされるっていうとは思うよ。俺ソリさんって結構怒られたからそれで。分かってるそんなの。でもその気持ちも分かるし。あ、なるほど、分かる。その気持ちも分かるじゃん。もううるさいんだよ、分かってる、そんなのっていう逆も分かるし。だからコーチをとか、やっぱりそういうのを経験して監督になった方がいいのかなっては、なんか思うけどね。いや、それしかしてないから、言ったら。すごく楽しくお話ししていただいたんですが、やっぱりこう、最後にお二方に今シーズンのことはやっぱり語っていただきゃいけないので、まず、まあ、連覇に向けて戦う鬼木監督、ちゃんとここは僕お持ちしますけど、いかがですか、今シーズンは。いや、やはり、まあね、本当に公式戦という意味では、負けからスタートしてしまっているんですけども、うん、やっぱり、まあ、今年本当に連覇っていうのを本気で狙ってますので、はい、そこのところは、まあ、ブレずに、成長していきたいと思いますし、もう一つはやっぱ魅力あるサッカーっていうのをね、見せ続けたいっていうのが、うん、僕もそうですし、選手も持っているので、
まあ、そういう思いを持って、まあ、またサポーターの人に喜んでもらえるようなサッカーを続けたいと思います。まあ、去年と同じことやってたら絶対勝てないっていうのは、ね、もうみんな分かっているので、まあ、研究、スカウティング、ね、そうですね、しまくってますからね。だからもうそこのところはもう根気強くもうやっていくしかない。もうそれだけですね。本当に今そのなんだろう、急に何か伸ばそうっていうよりかは一つ一つ積み上げていくことが一番大事だと思って、まあ選手にも言いましたけど、まあ優勝したからって急に強くなるわけじゃないので、走るようになるわけじゃないので、とにかく一日一日頑張れっていうことを伝えてます。隣にちょっとまた難しいチームが上がってきますけど、え、めっちゃやりづらいですよしかも2試合目そうですね、ですしね、2試合目なのにここで一緒にするなってことですよね。その2試合目のでも、はい、もう今鬼の話聞いて改めて思うんですけど、鬼明確にその目標チームのね、うん、連覇狙うとか、そう本当にそう思ってから言うことに力あると思うんですけど、はい、俺は楽しみでしかない、うん、だからどうなるんだろうっていう想像もあんましたくないっていうか、あ、なるほど、あのこれってネガティブにも聞こえるじゃないですか、うん、悪い方にでも、はい、楽しみだな今年のチームっていう、だから僕の想像を超えてほしいし、想像すらしちゃいけないなと思うぐらいなんか楽しみだなって、それどうなるかわかんないですよ、うん、でも俺の本気の言葉は楽しみだなっていう感じです。まあ要するにこうここまでやってきてキャンプやってきて、だってあの日本を震撼させた川崎さんとね、2回目に轟きでやれると出たよこれ、どうするのどうするんだろう湘南と、あのちなみにどんな感じで来たんですか楽しみ感をだけしかない今日のこのトークショーがあったことで、間違いなくこの川崎湘南戦面白くなるということが、まあ、よく分かったというか、これを聞いた方は多分ものすごく面白くて、かさんね、最初10人でやるわ絶対ですよ、5分10人でやる、5分10人ですよ、この駆け引きがね、始まってると始まってますね、あのさっき言っていたまさに感情が出ちゃったら負けなんで、そのまた難しさみたいなのが本当に、時間をちょっと超えたんですけど、今日は鬼木監督、そして江長監督にいろんな話があって楽しかったですし、なんかお互いにこういう場があるといい刺激にはなりましたかね。いや、もういつも長さんと会うときは刺激になるそう言わざるを得ないみたいな、そういうドイツでね、会ってね、あれからね、チャンピオンチーム監督は何年、3年前ぐらいだよね、あれね、そうですね、はい、喋ったよね、そのね、ハセルみたいな監督、ああ、いましたよね、今、水戸の監督の、ああ、ハセル、シゲトシね、シゲちゃんと一緒にドイツ行ってた、で、会ってね、なんか、そういう意味じゃ、縁を感じますね、はい、いや、本当に今日は、貴重なご意見を、そして、いろんな振り返りをしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人に盛大な拍手お願いします。では、小学生の誕生日の前におめでとうございます。昨年の前、おめでとうございました。ありがとうございました。